みんなは受験が終わったら何がしたいですか？どうも、ハイチです。で、今回は受験が終わった後の話をしていく予定なので、これから受験控えてる方はさ、俺関係ねえしとかさ、私関係ないじゃんってなるかもしれないんですけど、まあ本編は正直見なくてもいいです、まだね。ただその受験さ、控えてる直前期ってメンタル結構不安定になりやすいと思うので、よかったら受験が終わった後にこれやりたいなって思うものを、まあ、動画も止めてもらって構わないんで想像してみてください。これで遊びたいなとか、その楽しい娯楽の部分でもいいし、新しい高校、その大学に受かった後の自分のイメージです。そこのポジティブなイメージっていうのは、自分のモチベーションとか気持ちのスイッチをワンランク上に上げるきっかけになりやすいので、まあ、よかったらね、それ考えてみてください。で、受験が終わった後にまた動画見てくれたら嬉しいので、よろしくお願いいたします。それでは本編参りましょう。受験が終わってもちゃんと勉強頑張るよって言われそうな気がするでしょまあそういう感じの話はするはするんですけど、でも塾講師やってた時もうちの生徒にね、受験終わったら勉強せんでもええぞって言ってた人間なので、勉強頑張れよとは言うつもりはないんです。ただ一つどうしても残しておいてほしいものがあって、それが勉強習慣というか、みんなの努力する時間、その頑張る時間を残しておいてほしいんです。受験生のみんなはさ、これまで自分の自由に使える時間の多くを勉強に当ててきたじゃんか。そこまでもやる必要ないよ。ない。もう今まで我慢してきた娯楽にたくさん触れてほしいし、たくさんねぎらって休んで、ほんと好きに使ってほしい。欲しいんだけど、頑張るっていうのがさ、習慣化してたじゃんか。それを崩しちゃうのがめちゃくちゃもったいないのよ。新しい高校、大学、もう会社に入った後もさ、努力は必要じゃんか。で、頑張るっていう習慣って崩すのめっちゃ簡単なの。あいつらデコピンでジュ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 って崩れてるから。でももう一回このさ、積み上げていくのはすんげー大変なのよ。だから1日30分だけでもいい、自分のレベルアップ、それは勉強とかじゃなくてもいいから、何か趣味のことをもっと詳しくなるとかでも構わないので、自分のやりたいこと、学びたいことのレベルアップ、スキルアップのために一日この時間だけは集中して頑張る時間にするぞっていうのを続けてほしいんです。つまりこの頑張るっていう習慣だけはぜひ残すように、そんな生活を送ってもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。まずですね、受験が終わった方の中でここまで動画を見てくれてる方がいたら本当にありがとうございます。いや、だって俺、高校大学受験か、終わった時なら見てるかも。俺がまあもうすごい昔 YouTube なかったからわかんないけど、でも俺が中学の時は多分見てないから、受験終わったらほっといてくれ、うっせえよっていう風になると思うので、だからこれ再生回数めっちゃ少ない気がするんだけど、この動画とかね。でもここまでもし見てくれてる方がいたら、こっから話すことも伝わるかなと思うので、一個伝えたいことがあるんですけど、それがそのさ、受験勉強が忙しかった時、いろんな欲求が出てきませんでした？受験が終わったらこれやりたいな、これやりたいなって出てきたと思うんです。でもいざ受験が終わってみたら全部残ってないんですよね。意外とあの時こんだけやりたいと思ってたのに、終わったら別にいいかなみたいなあるんですよ。でこれさ、テスト勉強の時とかもそうですけど、忙しい時って部屋の掃除したくなりません？普段思わないのに。あれは制限をされるので、こう気持ち的にしたいって欲求が出やすいんですよね。でもテスト終わったら部屋の掃除しないじゃん、意外と。でそれと似てる。でも何が言いたいかっていうと、その受験勉強っていう大きな制限が解除されたじゃん、ね、自由になったでしょ。その中でもそれでもやりたいって残ってる、ね、残ったものはみんなの中ですごく熱量が高くて、きっと今のみんなにとって大事なことなんです。そうだから、ぜひこうさ、意外と受験勉強終わって自由になると、まあ、疲れてるからね、まずねぎらうのは必要なんだけど、後でいっかーってなりがちなのよ。で後でいっかーにしちゃうと熱量って冷めてっちゃうから逃しちゃうんだよね。もしかしたら今みんながその受験勉強のね、こう制限のふるいにかけられて残ったものの中で将来につながるものがある可能性って結構あると思ってる。だからみんながふるいにかけられて、まだちょっとやってみたいなって熱量があるものは、今なんかワンアクション起こしてほしい。それがどういうことかによってさ、こう実際自分がチャレンジしてみる、その場所に行ってみるとか、
もっとちょっと調べてみるとか、やれることはいろいろ違うと思うんだけど、一個アクション起こしてみよう。人の興味関心ってすごい大事なの。大事だし、あいつら生物だからすぐ消えてっちゃうのよ。すごくチャンスを逃してる可能性もあるから、ぜひ今みんなの中でこれやりたいなって思うものがあったらね、時間あるでしょ時間、今チャンスだから、ぜひ自分のこうレベルアップというか、もしね、もしチャレンジしてみて違ったなってなることあるんだよ、あるんだけど、でもそれもさ、後で振り返ってみたらいい経験だったって思えることもあるはずなので、ぜひみんなが今も残ってるね、興味関心を大事にしてほしいなと思ってこの話をさせてもらいました。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ではまた今週1週間もね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあまた、バイバイ。